吉田茂9月2日から1954年12月9日は昭和時代の内務官僚、政治家、貴族院議員。岡田内閣の内閣書記官庁、与内内閣と小泉内閣で閣僚を務めた。戦後、公職追放に遭う。同時代の外務官僚で、戦後に内閣総理大臣を務めた吉田茂は同姓同盟の別人。 大分県薄木町海添え生まれ、大分県氏族、吉田亀次郎の長男。父親の亀次郎が23銀行に勤めた関係で、大部に移り、ついで日本銀行に勤務することになり、東京に移り住み、旧西東京府立第4中学校、第1高等学校を経て、1911年に東京帝国大学法科大学読法科を卒業。 文官高等試験に合格、内務省入省。1913年、石川県警視に任じ、三重県理事官、内務書機関県明治神宮造営局書機関、東京市所役、復興局書機関同局政治部長、内務省神社局長、建造寺院宮副市、社会局長官、協調会場無理事、内務省社会局参与等を歴任。岡田内閣では、 内閣初期官庁に任命される。1937年、貴族院直選議員に任命された。1935年、内閣初期官庁から転じて、初代内閣調査局長官に任命された。与内三政内閣では、内務省から分離されてから間もない厚生大臣を務め、東条秀樹内閣では、福岡県知事、小磯国秋内閣では、 軍事大臣を務めて戦争遂行に深く関与した。1946年に公職追放を受け、7年後の1953年に復帰して神社本庁事務総長を務めたが、間もなく没している。内務省の吉田茂本人によれば、第一高等学校にまだ在籍していた頃、私立探偵がすでに外交官試験に合格して、 外務省に入省していた方の吉田茂と間違えて、新編調査に来たのが、同姓同盟で間違えられた話の始まりだという。この F ・ミマロは、2.26事件によって、岡田圭介首相が辞任した後、自らの首相就任を辞退し、代わりに外務大臣の広田光輝を次の首相に考えていた。そのため広田を口説くために、 外務省の吉田茂と共に就任を要請しようとして、秘書を吉田のところへ行かせたが、その秘書は前書期官庁の方の吉田茂のもとへ行ってしまった。内務省の吉田が与内内閣の厚生大臣に就任した際に、間違ってお祝いを送られた外務省の吉田は激怒したという。後に二人の間で取り決めを行い、間違って送られたものでも、 生物など送り直す時間がないものに関しては、届けられた方のものにしてしまってよいという約束を交わしている。外務省の吉田が、大磯の吉田と呼ばれるのに対し、内務省の吉田は目白に邸宅があったため、目白の吉田と呼ばれた。浜口内閣の頃、外務省の吉田が外務次官、内務省の吉田が社会局長官で同席する機会が多かったため、 二人の共通の友人から、間違えて、仕方がないから君たちどっちか、名前だけでも改めたらどうだと提案された。この際、内務省の吉田は、僕は生まれ落ちてから今に至るまで、終始一貫、吉田茂で来ている。向こうの吉田君は、元は竹内の姓を名乗っていたじゃないか。こと、吉田茂に関する限り僕の方が先輩だ。解明の件は向こうへ行って話してくれ。 僕は嫌だと一周したという。また戦後になって外務省の吉田が首相になった際にも内務省の吉田はいつの間にアメリカ人と仲良くなったのかといぶかしむ者がいたという。戦後内務省の吉田は公職追放になったが外務大臣となったもう一人の吉田に新しい時代の浸透のあり方について GHQ と交渉に当たるよう頼まれた。 そのため内務省の吉田は、詩人の立場で GHQ と交渉することになる。なお、偶然ながらどちらの吉田茂ルにも、和子という娘がいる。この二人は、結婚前、父子揃って、同姓同盟だったことになる。1926年、家督を相続。宗教は仏教。ありがとうございます。